吉祥寺大野外吉祥寺大野外は東京都武蔵野市吉祥寺本町にある全二式のアーケード商店街である。吉祥寺大野外商店共同組合が運営。1961年に開業。2009年3月に現在のアーケードが完成した。大野外は東側のイーストゾーン、西側のウエストゾーンと南側のサウスゾーンで構成されており、 t 字状になっている。また、イーストとウエストの中間にドームがあり、日本のゾーンをつなぐパイプ役をこなしている。イーストゾーンは、東日本旅客鉄道吉祥寺駅、北口ロータリーから西北西に向かって、武蔵通りまでの約80メートルの通り、ウエストゾーンは、武蔵通りから吉祥寺通りまでの約90メートルの通り、 サウスゾーンは途中のレンガ館モール前から分岐し、南南西方向に向かって平和通りまでの約90メートルの通りである。短い区間で道が狭い割に、人通りが多く、吉祥寺名物として知られる店が軒を連ねる。ウエストゾーンを抜け、吉祥寺通りを渡ったところに、東急百貨店吉祥寺店がある。そこから、さらに西北西方向に昭和通り商店街が、 続いており、俗に、東急裏と呼ばれる、吉祥寺西地区へのアクセス道路の役割も果たしている。現在のロゴマークは、2009年のリニューアルに伴って、制定されたもので、ダイヤ街の形状を表す、T 字型のデザインとなっている。なお、ダイヤ街内には、稽古箇所に、AED が設置されている。旧、東急チェリーナード1950年代初期。 第二次世界大戦からの復興のさなか、国鉄吉祥寺駅北口に商店が次々開業。当時は大型商業施設がほとんどなく、こじんまりとした店舗がほとんどだった。そして1953年、吉祥寺地区では最初のアーケードとしてローズナードが完成する。そして1961年、吉祥寺駅北口商店街はダイヤ街商店街として、 再出発する。その後、1970年代になると、当時の武蔵野市長、後藤喜八郎の主導のもと、吉祥寺駅北口再開発事業の一環として、中町大野街の部分に2本目のアーケードが建設されることになる。1974年1月の起工式を経て、東急百貨店開店に合わせるかのように完成。名称も、大野街、東急チェリーナードと命名され、 この年の6月にオープンした。同時に、旧ダイヤ街は、ダイヤ街、東急ローズナードと改められた。2000年代末期になると、開業から50年以上、東急チェリーナードの完成から30年以上が、経過し、両アーケードとも老朽化が進んだため、2008年3月より、掛け替え工事に着手することになる。2009年初頭には、チェリーナード、 ローズナードともに解体が完了し、その後着工開始、3月に新アーケードが完成。従来アーケードが途切れていた、チェリーナードの中間部分に新たに屋根部分が設置され、アーケードが一本に統一された。その後舗装工事を経て、現在のダイヤ街が全面完成した。佐藤、メンチカツで有名東側に位置するイーストゾーンは吉祥寺駅前広場側にゲートがあり、 サンロードに隣接する。前身は1974年に完成した、東急チェリーナード。シンボルカラーはブルー。吉祥寺駅北口、アトれ吉祥寺サンロード中見世通り AED、ダイヤ街ビル AED ドーム、昭和街通り武蔵通り、ウエストゾーン西側に位置している。ウエストゾーンは公園通り側にゲートがあり、東急百貨店吉祥寺店が目前にそびえる。 イーストゾーンと同じく前身は東急チェリーナード。シンボルカラーはグリーン。イーストゾーンコピス吉祥寺、吉祥寺美術館ドーム、昭和海通り武蔵通り、サウスゾーン吉祥寺通り、吉祥寺第一ホテル昭和通り、東急百貨店吉祥寺店、水穂銀行吉祥寺支店吉祥寺駅前にゲートがあり、パルコに隣接している。サウスゾーンの前身の ローズナードは1953年完成のダイヤ街の最古のアーケードであり、改築されるまで55年の歴史を刻んだ。シンボルカラーはオレンジ。ウエストゾーンレンガ通り、三影工事平和通り吉祥寺駅北口、後で吉祥寺ドームイーストゾーンとウエストゾーンの接続部分であり、中心点的な役割を果たしている。アーケード改築前には分断されていた部分であり、 中心的部分の両ゲートには周辺の地図を表す看板が設置されていた。改築に伴い新たに屋根が設置された。肉店、砂糖のある位置が該当する。ドームのシンボルカラーはイエロー。マスコットキャラクターは犬の大吉くんとキララちゃん一家。ダイヤ外のガイドマップ、吉祥寺ダイヤ外ぐるりマップ及び公式サイト内でアーケード内を案内する役割を務めている。 現在のイラストタッチになったのは2011年度からである。ガイドマップ以外にもホームページやダイヤ街でのイベントで先着でもらえる景品などにも登場する。大吉くんが登場したのは2009年のダイヤ街リニューアルオープン時でそれを記念してキャラクターの名前を公募したところ2800通の応募から審査の結果選ばれた。キララちゃんは2010年頃より大吉くんの ガールフレンド犬として登場。大吉くんとキララちゃんは2011年のぐるりマップ秋号にて婚約を発表。2012年に結婚。2013年には子供が誕生し、男の子には翔くん、女の子にはひかりちゃんとそれぞれ命名された。この他にも大吉くんたちの仲間として、熊、虎、ライオン、パンダ、猫、うさぎなどの動物のキャラクターもいる。 また、2009年より、店の評価を生かして、ダイヤ街を素敵な商店街にしようとの一環から、いい店大賞を開催し、毎年、多くの利用客からの投票により優秀な店舗が選定されてきた。2011年を最後に終了したが、2014年に、現アーケードの誕生から5周年を記念して、復活、3年ぶりに行われた。歴代のグランプリ受賞店舗は、以下の通り、 スマイル選手権2011年10月にダイヤ街にて参加点各店の定員が参加して笑顔を競うコンテストとしてスマイル選手権なるイベントが行われたこのイベントでは笑顔度判定ソフトスマイルスキャンを使用して笑顔を競い合い平均笑顔度100%を達成した定員が優勝しスマイルチャンピオンの称号が与えられるまた99%まで達成できれば スマイルマスターの称号が与えられる。なお、第1回目となった2011年には2名がスマイルチャンピオンに輝いた。また、このイベントがきっかけとなり、2012年よりいい店大賞に変わり、毎年3月にスマイルフェアが開催されている。大吉祥抽選会毎年4月下旬5月上旬に開催される吉祥寺駅周辺の 各店舗で買い物すると抽選に参加できるイベント。なお、抽選会では、お買い物券などが商品として用意される。吉祥寺音楽祭と同時開催。サマーフェア毎年6月上旬、7月中旬に開催される。ありがとうございます。